まあですね、鹿児島県の曽於市っていうところに講演会できてて、これ公民館っていうか北海道みたいなんですけど、これからですね、あ、今お客さん来てるわ。これから旅館を訪れするという本番前ですね、訪れたら北海道の前を走ってるってことです。すごいですね、ギリが。お客さん、私の今回のお客さんだと思うんですけどね、こういう、今この方か、この古民家でも一回旅ランするんですが、ここを通り過ぎて、ここがでかい道なんですけど、ここ行くとですね、おそらく細い道になるんで、この辺りを旅ランしてみようと思います。よいしょ、あ、日がかなく咲いてるな。お、蚊が飛んでる。何しろ、空港から、車に乗ってあっという間に着く。ちょっとこれですね、はあ、こう、なんだろう、ひょっとしたらお客さんみたいな一個するかもしれませんけど、なんで今日の工事が走ってんだろうみたいな感じで。よいしょ、お、またガが飛んでるな。よいしょ、そんなに長くは走れないんですよ。本番があるから、ちょっとこう曲がってみましょうか。前から、今回のお客さんみたいな2人が来たんで、お、あ、この方。なるほど。すごいガがと、ずらん飛んでる。もう今日ね、日没は終わって、確かに、日没後には、30分くらいなんですよね。おお、なるほど。本当にあの静かないい町ですね、曽於市の。今公民館の近くを走ってるんですが、お、田んぼがあります。なんか焼いてますね、なんか焼いてるな。わ、湯気の日が綺麗。いい景色ですね。旅だ、いきなりこういう景色に出会えて嬉しいな。よいしょ、畳屋さん、これこっちに行ってみようかな。お、広がりがありますね、本当に。わあ、綺麗。どうしよう、どっち行こう、迷いますよね。綺麗な夕暮れの方に走ってみようかな。日没後もね、しばらく明るいんで、こうやって旅立できるんですけど。よいしょ、おお、綺麗だな、秋らしい花だな。おお、素晴らしい。わ、畑ですよね。ここら辺もシラス咲いてるのかな。桜島からどれぐらいの距離なのかね。お、よいしょ。諏訪文長地、曽於市、西予市町深川だそうですよ。お、こっち行ってみようかしら。よいしょ。お芋だ。おお、素晴らしい。よいしょ。戻らないとね、
そろそろ戻らないといけませんね。よいしょ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 。なんかね、本当扉のとっぱい、町と仲良くなるには最高のやり方で、初めてのことが中学ですから、よく道も分かってないわけですけど、しかも今 Google マップも見ないで走ってるんで、まあもし必要になって、あの公民館に行き方分かんなくなったってたら見るでしょうけど、それ以外見ないよね。こっちにもなんかずっと広がってるし、大きな町だね。大きな町だよこれ。今こうやって直感でね、こっちかなとか言って走ってるわけでしょう。それがやっぱり楽しい、最高に楽しい。この辺りも前はもっと田んぼばっかりだったのかもしれないですよね。それが徐々に宅地開発ってことで発展してきたのかもしれなくて、それなんか町の歴史なんかもね見えてきますよね、旅らしてると。お芋の畑かな、いいですね。お芋の畑かな、いいですね。素晴らしい層の町を走っておりますわ。ここは白壁というか、あ、これ絶対桜島でしょ。これ桜島の絵を描いたんだよね。この後英語で話した旅ランの動画も流れますけど、2分ぐらいですけど、ぜひお楽しみください。そしてその後また再び日本語で旅ランの動画が続きます。 So I'm in the city of Seoul in Kagoshima Prefecture and this is evidently the Sakurajima volcano. I came here for public lecture and just before the public lecture started, I am taking the liberty of running, travel running in this wonderful town. This is the very first time that I'm in this town and I don't knowthe map. I don't have a cognitive map of this town, so I'm just taking random turns and I came across that really wonderful depiction of the Sakurajima volcano island, which is very much active today. And probably this whole area has been formed under the influence of Sakurajima volcano. So if you think, you know, the blessings ofthe volcano, and you know, so probably this is something out of the blue. This is something that I haven't dwelt on for a long time. But probably there's something similar between Kagoshima and, for example, Naples, Italy, the volcanic character and people's optimism and way forward thinking in life. And oh, look at this beautifulAnd it's just after sunset. It's about 30-40 minutes after sunset, so it's getting dark. But you know, you need this really tiny time window, 10-20 minutes before the public lecture, to really, you know, say hello to this beautiful region. If I stayed in the public lecture building, I couldn't haveBeing acquainted with, oh, hi dog, hi dog, hi dog. There is that dog, wonderful dog there. So this is the joy of travel run. And I'm glad I made the decision to put on my shoes and get out of the public lecture theater to enjoy this travel run. It's so wonderful. 今、英語で旅ランの動画を収録したところなんですが、素晴らしいですね。さっきあっちから来たんで、こっちから行きますかね。だいたいこっちの方向っていうこと分かってるんですけど、ひょっとしたら違う方向行っちゃったりして、ね、さあ、そろそろ戻らないと。主催者の人も心配するだろうかな。いや、とても素晴らしい。今回に関して言うと、英語のところ残しておこうかな、どうしようかな、まったなかなかいい景色だったんで、残しておいてもいいかもしれませんね。よいしょ。そのためのブリッジの動画を撮ろうかな。